沢尻エリカ、合成麻薬 MDMA などを所持した麻薬取締法で起訴された沢尻エリカ被告の初公判が1月31日、東京地裁で開かれ、沢尻被告は女優復帰は考えていないと明言した。それを受け、2月2日放送の情報番組、ミスターサンデー、フジテレビ系では、沢尻の自称、幼馴染の福真奈美が出演。そのコメントが、ネット上をざわつかせたようだ。インタビューを受けた福は、2002年に、週刊ヤングジャンプ、集英社のグラビアタクラミが、セイコレで芸能界デビュー。その後は、グラビア、舞台女優、パラパラユニット社などを経て、現在はセラピスト&美容サロン副代表を務めています。10代のグラドル時代に沢尻とよく遊んでいたという、彼女はお笑いが好きで一緒にお笑いコンビを組んでいた、ネタとかもかんなして、絵コンテを描いて編集者に送ったりとかと10回。当時の沢尻は、根は真面目で寂しがり屋だったと明かしました、週刊誌記者。沢尻被告がお笑いコンビとして活動していたことを知り、驚いた人も多かったようだが、ベテランの芸能記者はこう語る。雑誌、ドム、学研史上にと結成されたお笑いユニットで、コンビ名は、アミゴでした。いろんな雑誌に企画を出しているんですと、本人は意外とやる気があったようでしたね。もっとも女優で大成した沢尻にしてみれば、黒歴史でしかありませんが。しかし、今回、福がテレビで沢尻被告についてコメントしたことについては、ネット上で非難の声が続出している。沢尻エリカの幼馴染とか言いながら、自分の会社、名前、顔まで晒して自分が人前に出たいばっかりの友人、私は絶対いらないな。仮に自分が逮捕されたとして、友達だと思ってた人が、テレビに出てペラペラいろんなこと話してたらがっかりする。この手の、友人や、幼馴染って友達を、売りってるようにしか見えない。本当の知人友人であればインタビューなんて答える気にならないと思うのだがと、顔をしかめた人が、多いようだ。自分のことをしたい顔で語る10代の頃の友人を見て沢尻被告はどう思っただろうか。